全裸監督シーズン2とアカシアさんまヒストリー1982年から85年生きてるだけで丸儲けまで全然いきません東野幸治の本物ラジオこの番組はマイコンのコウハラナノゾーンコートサービス浜田酒造がお送りしますどうもこんばんは今週も始まりました本物ラジオでございますけれども 先週も同じようなまあ怒鳴りで始まったんですけれども全裸監督シーズン2もうね僕もいろんな。 作品みんな大好きですし、えー、流行りもにすぐ乗っかるっていくんですけどもいかんせん、えー、今からする話は先週とほぼ一緒です <laughs> まだあのー、坂本雄二脚本が地獄の坂本雄二地獄が続いておりまして、えー、連鎖連鎖でですねどんよりした1週間ひたすら見まくるという、えー、仕事もそんなに忙しいこともなく表で遊ぶこともなく、えー、雨も降っているずーっと 暗い坂本雄二の作品を見続けております早くさんまさんヒストリー第2弾生きているだけで丸儲けムカクさんが、えー、書いてるですね本い,いただいてで、ね、インスタに載せたんですけれども最初の方でもう 明らかに面白いでです。すす。結婚する前の話です大阪に住んでひょう族始まって行ったり来たりしてる時にひょう族でスターになった後うん心は論理気持ちは点々点っていう昔フジテレビで半年に1回とか2時間ドラマして,たの知ってますさんまさんがさんまさんがアイディアとか脚本とか構成してで 主演明石家さんまさんで相手のまあ時のまあ人気女優さんとまあラブコメディなんですけどその要所要所にうん特別ゲストの芸人さんとか親交のある人が出てきてギャグがのシーンがあったりとかさんまさんと女の子が真面目な恋愛のセリフのやり取りしてる後ろでなんかギャグがあったりとかだから「その漁港の肉子ちゃん」っていうアニメさんまさんがプロデュースしてますけどあれの叩きはそれなんですよ。 心は論理気持ちはてんてんてん気持ちは何かっていう5作6作7作ぐらいいったんちゃですかねうんでそれのうん会議している時とかその時代のお話で最初の10ページ20ページ読んだらたけしさんが「オールナイトニッポン」を1ヶ月うん4回休むっていうので助っ人でさんまさんとしんすけさん2人で。 そのオール d n i に出ててその会話のやり取りがそ遠隔さんが明確に書いてるんですよ「これチャンスやぞさんま」言うて「<laughs> お前なーとか言いながら <laughs> あの自分らではがき書こうぜみたいななんかすごい分かってない感じでレギュラーってるかも分からんぞみたいな感じのテンションで喋ってる感じとかでその「サンマヒストリー」これ第2弾ですけど第1弾読んだらあれですけどさんまさんの全仕事その時代の全仕事が網羅されてて何ばか月の 上関出番とか中関とか下関とかなんか、えー、ヤング・オー・とか今回も同じように何年何月この仕事してたとか資料としてめちゃくちゃ面白いんですよ。で、ね、読まなあかんねんけれどももう読めないんですよ。で全裸監督も CM テレビの CM 見るために山田君見るために見なあかんと思うんですけれども、えー、坂本雄二脚本がですね次から次へって押し寄せてきまして俺ね結局もう全部調べたんですよ年代。 俺がんあの坂本裕二脚本何年に何があったかっていうので,で2007年にフジテレビで私たちの教科書これ前回しゃべりましたね菅野美穂さんが弁護士役で、えー、伊藤淳君が新任担任先生でいじめの問題学校の腐敗を描いた作品、うん、これが2007年2010年が日、えー、テレでまずはこれ松井さんと芦、えー、田愛菜ちゃんでしょこれ,これまだ見てないんですよ。 でその2011年がそれでも生きていくっていうやつで、うん、これはもう佐藤く、うんついに見出してくれたんですね。 はい、FOD に入会しましままたありがとうございますえー、どうですか僕が、えー、前回前々回喋りましたけれどもそれでも生きていくね加害者の娘加害者の家族の娘そして被害者側のあ加害,者側加害者側の娘と被害者側の息子のその言ったら出会いとう葛藤みたいなのを描かれている超ド級の、えー、大芝居大戦争いかがですか 正直、あのラジオなんで、持って喋ってはるんだろうなと思ってたんですけど。はいはい、めちゃくちゃ大戦争起きてます。<laughs> そうでしょう。ね。あの、満島ひかりさんと、栄太さんの、あの、なんでしょうか。衣装と思えない、あの、言うたら、よれよれ感。え、ひち、七七分裾。で、靴の、あのかかと踏む。 でなんかもうすごい前編暗い感じになるからあれをまともに浴び続けるとうん髪の毛抜けますから <laughs> <laughs> あの芝居合戦として見てください本当に。でこれが2011年なんですね。で次2013年1月に最高の離婚がこれ始まるわけです。だからつまり2011年の瑛太さんがあれで。 被害者側のお兄ちゃんの役で重厚な演技してて2年後に「最高の離婚」でもうコメディですよこれが俺すげえな思って全然違うやんみたいな感じでそれが始まるんですんこれ東日本大震災をきっかけに知り合った2人、えー、の「あの最高の離婚」これコメディ面白かったってこれ前回言いましたよねほんで2013年7月その半年後に日テレで「ウーマン」 っていうのがあるんですで、す。この「ウーマン」を今回俺今回見たのは2017年「7月ウーマン」2015年「問題のあるレストラン」これフジテレビで2016年「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」俺この3作品全10話11話3つ見たんですよ俺もね。<laughs> 俺,俺頭おかしいな思って <laughs> 時間がないですよとにかくとにかく急いで俺30話見てるんですよ一人で旅猿みたいなことをずっと <laughs> やってるんですけど順番で言うと問題のあるレストランから見たんですこれは牧陽子さんが、うん、主演で、うん、要はセクハラパワハラ の問題定義してて大きい会社のレストラン経営するような会社に勤めるけどセクハラパワラがすごくあってそれに対抗するようにその会社のたくさんのお金を使ったフレンチのレストランの向かいのビルの屋上で言うたらオーナーになってレストランを開店する従業員がほぼほぼ全員女性で。 えー、二階堂ふみさんとか臼田だあさん昔「歌スタ」って番組やってて。 ね、うん、そのいろんな訳ありの賢すぎる女の子で会社でちょっと、えー、仲間外れにされてたりとか、うん、結婚して子供できたけれども旦那と別れたとか、うん、あと LGBT もんで安田健さんがうん言うたら、えー、と性同一性障害かなあれは、うん、とかさまざまな女の子が活躍して、えー、頑張るっていう言うたら、うん、分かりやすいドラマでしたこれは。 でその2016年「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」っていう順番で見てでこの「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」っていうのがめちゃくちゃよくてあの有村架純さんが多分俺ここで坂本龍二さんはこの有村架純ちゃんの良さを見出して須田さき君との映画に行くと思うんですけどこれ月句なんですよ。だから東京ラブストーリーリ以来の 坂本雄二脚本の月9で高良健吾くんが会津、うん、出身で、うん、東京で長距離トラックドライバーしてて有村架純さんは関西出身やけどうん。 家庭環境が複雑すぎて北海道に預けられる養父母そこのお父さんが江本明さんお母さんが多分もうお父さんというかおじいちゃんねでおばあちゃんが大谷直子さん腰痛めてほとんどベッドでずっと一日中過ごすようなで江で本明さんは働かずになんとかずるがしくお金儲けなあかんからって言って有村架純さんに若い有村架純さんに。 まあ中学時代から新聞配達してんねんけどとにかくその町の土地持ってるやつとか金持ちに結婚す,するようにす,するんですよ <laughs> さ,させるようにするんです。でその相手が安田健さんやから多分その問題のあるレストランで「あこの人いけるな」と多分なんかこう目お眼鏡かかったんでしょうね。それで でとでなおかつお母さんの遺骨を普段持ちながらう言うたら気を使いながら生きてるけれどもある日江本明さんにそのう好きな人と結婚したいみたいなことを言うとお母さんの遺骨骨粒あるんですけど、ねうん、それベンチで捨てられるんですよ。<laughs> <laughs> ベンチ捨てられる嘘そってなって <laughs> でそれもな,なぜかっていうと高良健吾君がうの,の友達が。 友達うんあの人、坂、えー、口健太郎君が盗んだかばの中に、うんそのなかすみさんのお母さんから娘への手紙をたまたま入ってて、それを届けにくんだよ、そのな中身を読んでしまったから、で、あの、坂本裕二監督の話するの、僕、佐藤君とカンテルの女性プロデューサーだけなんですけど、女性プロデューサーは全部見てて、うん坂本裕二の作品には絶対に最後、手紙が来ますって、<laughs> とにかく要所要所で手紙が来ますっていう。でこれれも手紙でそれをわざわざざ 北海道にに届けに来るんですよほんでそこでファミレスに行ってでもファミレス有村かすみ入ったことないんですよもうその貧しい生活してるからほんで「いや何でも好きなの食べ」って言ったらもうファミレスのハンバーグとか別に美味しくも何ともないただただ ファミハンバーグが口から入って消化されてうんこになるだけじゃないですかでも有村架純さんからすると「<laughs> えっ美味しそう!」みたいなんで結局違う種類のハンバーグを2つ注文しようってなって「じゃあどうするどうする?」って言って「ねね、すいません」って言ったらあの「ベル押したらいいんですよ」って言って「これでこれで人が来るんですか?」ぐらいの状況のうで知り合って、ね、そのお母さんの骨に流されて。 あのその言段たら普段ベッド布団に寝たきりのおばあちゃんが立ち上がってとにかくもう逃げなさいと <laughs> と,と,にとにかく逃げなさいっていことで東京に来るでなぜ東京かっていうとその彼,も彼にまた出会えるかも分からんって言って老人ホーム介護,、えー、介護老人ホームのようなところで介護の仕事をしながらいつか会うんじゃないかって言いながら二人は上手に出会うんですよ。 で上手に出会う中、うん、甲羅健吾、有村架純さん、そして、えー、甲羅健吾の幼なじみの森川葵さん、AAA、えー、今現在活動中止の AAA の西島区、これ、大金持ちの人ですよ、プリティーウーマンでいうリチャード・ギアですよ、で有村架純さんが好きになるんですよあ、のことを好きになるんですよ、うん、でも結婚したらええー、やんっていうけど、なかなかそうはいかない。 でその高畑充希さんっていうのは多分そのうんこの問題のあるレストランでもう出てたからこれお眼鏡にかなったんですよあっそう問題のあるレストランで一番俺笑ったんが東出君がライバルのフレンチのシェフリーダーシェフトップシェフなんですよで菅田将暉君が、えー、下っ端の見習いみたいなこれから頑張っていくって言ってで菅田将暉さんが二階堂ふみちゃんにちょっとちょ軽い気持ちでちょっかい出して二階堂ふみちゃんは東大卒の真面目な子で初めての恋愛で浮かれ 出てしまってで初めての夜を共にするんですけどまあ言うたら、うん、お金引っ張られてちょっと騙される感じになるんですよ。で東出んが、うん、その菅田将暉君にすごく怒るのをお前よう言えるなと思って <laughs> あの当時は言えたんですよあの当時は。お前ダメだぞそんなことしてたらっ, <laughs> って言ってたんですけどたぶんその辺のメンバーでここまでこう集まってくんでそこに高橋一生さんも出てて。 そのいつでその高畑充希さんは、うん、広告代理店に勤めてバリバリ仕事するって言って不倫してるで不倫の言うたらこうぽっかり穴が開く、うん、存在に扱いをされてるの甲高羅健吾く君引っ越し屋さんなんでそこで知り合って都合のいい時だけ呼ぶような関係性で、うん、でもそれぞれの訳ありの話でまあ用できた話ほんで上手にねその。 高健吾君と森川葵ちゃんは合図の言葉を上手にしゃべってで有村架純ちゃんは関西弁をまた上手にまた持ってくんだよ坂本雄二さんが。でまたもちろん痛みの子やから上手な月符で素晴らしい話であの今ラジオ聞いてるおじさんはもう無理です。 見なくていいです <laughs> あの <laughs> 20代30代の女性がもうどん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 感じるようなやつなんですよ。で高橋一生さんも出てるんですけどその高橋一生さんはその前の「ウーマン」これだから僕はそのそれでも生きていく今見てるじゃないですか佐藤君それ終わった後フールに入ってほしいんですよね。フルねフルフーーールフルフル,フル,フル俺ねフル一回解約したんですけど とりあえず、あの、FOD で全部見終わったんですよ。ほぼほぼ自分の見たいやつ。で、次、フールやな思ってめちゃくちゃ迷ったんですよ。もうここでやめるか、もう一回、その、ウーマンをちゃんと満島光大先生のお芝居をちゃんと拝むべきか。田中優子さんっていうジュリーの奥さんね、あの方とのなんかそう壮絶なバトルっていうの噂は聞いてて、ちょっと迷ったんですけど、もうこう、乗りかかった船やってことで、フール入ったんですよ。で、その、ウーマンが、 めちゃくちゃ良かったて、えー、だからこうどういう話かというと、小栗旬くんとね、小栗旬くんと、うーん、三島ひかりさんは結婚するんですよ。その三島ひかりさんはそもそもま小さい頃、お母さんが好きな男ができて、子供と旦那を置いて捨てて、小林清志さん、後にわかるけど小林清志さんと うん、結婚する、うん、で子供ができるその子供が二階堂ふみさんなんですよもう使ってるんですよ二階堂ふみっていう,もうカード <laughs> ほんで満島ひかりさんはお母さんに憎しみを覚えながら、えー、とあるところで偶然、うん、小栗旬さんと出会い、えー、子供ができて二人目の子供がもうすぐ生まれるあと一月から生まれる時に小栗旬さんは。 プラットフォームからナシが転がってそれ拾おうとして線路にに降りてて電車に控えて死ぬんですでそれは、うん、いろんな噂が飛び交って痴漢したんじゃないか何かしたんじゃないか何かおかしくないかなどさまざまなことがあって死んでいっちゃう。でその、うん、シングルマザーの話でもうものすごい辛い境遇でとにかく働きながら。 うんでもそのいろんなところにねだから例えば満員電車にどんどんちっちゃい子供とうんベビーカー持って階段必死で上がったりとかしながらうん行ってみんなが咳払いしたりとか下打ちする中謝りながらとかいうほんで、えー、クリーニング屋さんで働いたりとか居酒屋で働きながらうん時にはだからもう子供置いていかなあかんから児童相談所が来てて育児放棄してるんじゃないかとかいう通報されたりとかいやそうじゃないんですとかいう説明しながらどこも誰も助けて。 くれない状況で頑張ってて働いてる、えーね、そこのクリーニング屋で頑張ってクリーニングね集まったクリーニングひたすらだから言うたら洗ってアイロンかける仕事のところに臼、えー、田麻美さ,さんがまたいてるんですよ。こいつすごいな思って歌スタの時に俺のアシスタントやったけど <laughs> 俺も完全に抜かれたなと思いながら臼田麻美は臼田麻美で子供がいてて離,、えー、離婚してシングルマザーで頑張ってる。で頑張っててでもその昼飯食いながらシングルマザーでえー。 子供を育てていいくにはもう2つしかないと再婚するかもう風俗になるかもうどっちかしかないで後にこの薄田愛美さん役の人は、うん、再婚の道を選んでたまにそこに預けたりする状況の中やっていくねんけれども、うん、あまりにもお金がないし、うん、言うたら家賃も6,000円上がったりとか、うん「来月は更新ですからひ月分お願いします」って言ってちょっと、あのー、半分にだえっ、ー、と。 更新分半分にされますから来月半分でいいですかいやそれ困るんですみたいなこと言われてついに区役所に役所に行って生活保護を受けるけれども規定でいろんな規定でアルバイトの時給が高いとかいう理由で蹴られたりするんですよ。で蹴られるけれどもって言って、うん、でその蹴る役が桃恵さんの息子さんでその息子さんの役の子も。うん 後に、えー、水島ひかりさんは病気難病になって病院に行く、うん、高橋一生さんが、えー、主治医やけどそこのアシスタントで、えー、大学から医学部出て今インターンで頑張っててその人と結婚してるけど子供いてんねんけど離婚っていう決断するというさまざまなところで家庭環境複雑な話で進んでいくんですけれどもところどころで田中裕子さんっていうお母さんとうん出会ってお願い すまわしてくださいっていうのをお願いしに行くところのもう田中裕子の横綱相撲というか懐の濃さというかどんなセリフが来ても「でで何で,もします何でもしますからあの一部屋一部屋だけ貸してください」「で?」「あのあの台所もあの使ってない時だけでいいんです」あの あトイレもトイレも使ってお風呂もお風呂も使ってる時だけでも私たちあの小さいし私も細い方なんであのかさばらないんでどうかあの済ませてくださいでっ <laughs> ずっと低攻撃 <laughs> ひたすら低攻撃恐ろしいなっていうところでさ一体物語はどうなっていくかっていうのがもうねこれだから坂本雄二僕の中でベスト3決めようと思ったらあのー。 それでも生きていくがもう断トツ1位だと思ってたんですけどそれでも生きていくとウーマンが現在同率1位ですよ。これ見て。ねそのまあネタバレになるからあんまり言えないんですけれどもあの1個だけね俺もめちゃくちゃ好きなシーンがあってあのまあ1個はまあ1個はちっちゃもう短いんですよ。 そんな中ちょっとスーパーで買い物して全部安いやつばっかりねうんなんかこう買っていくんですよ。その中でパッて見たら特例品みたいなのがあって棚があってワイン315円で315円のワインっでてねでそれをずっと満島光見ててでお父さんが小説家もどきやったから本昔から好きなんです本ほんと将棋が好きなんですお父さんが相手してたから。本自分文読みながらたまには たまには三百十五円のワインの飲んでもいいいいでしょ。でそれをちょっと白と赤があってそれをずーっと見ているんですよ。ほんで赤にしようと思って見てたらあのー、その生活保護を受けるためにお願いした山口モイの息子とばったりなんですよ。それはそれでまた別居してるから。でああこんなところででパッて手元を見たら生活保護を受けようとしてたミスチル怒りがワイン持ってる。 んでもでも山口智則の息子はもうお坊ちゃんやしもういまいちそれピンときてないけど満島ひかりが考えから「ああ違うああ違うんですよあれああっ」てパリンって割れるんですよ。<laughs> でそ,そのシーンとね <laughs> そのシーンと <laughs> ああとこの俺このセリフ誰言ったか忘れ,忘れましたけどこのセリ,フでセリフだけメモってました「あなたとの生活は汚れたコップで毎日水を飲んでるみたいです」って。 <laughs> いやでし,ょいやでしょ <laughs> ほんである登場人物がずっとちっちゃい頃育児放棄されてて月に1回封筒でお金送られてきてねでそ,のそれで親周りの友達とか親とかその大人たちにバレないようにバレないようにあの自分でその食べ物買ったりとか何かいろいろ生活してたのよ。でたまーにやってきてキャラメルくれるんですよお母さんが。 でちょっと言うたら香水の匂いがすする派手ななお母さんなんですよねでそのお母さんに、まあ、大人になって「会いに行く」って言って年齢言うと55歳ぐらいのお母さんです。ね、で住んでるとこも分かったからアパートに行くほんだらなんかいなくなんか聞いたらあそこで働いてるみたいって言って自分のおかんですよなんかよくあのチェーン店のカフェみたいなのあるじゃないですかユニフォームあるなんかハンチングみたいなとかこうユニフォームあって。 うん、でそこの,そのユニフォームがそのハンチングでその制服があって下がキュロットって言って、まあ、ミニスカートじゃないけど膝より短くて黒のキュロットほ、うんで黒いハイソックスで「であのいらっしゃいませ!」ってすごい声高い声であの「ブレンドコーヒー S サイズ200円になります」とかお母さんがやってんのよ <laughs> すごい甲高い声で。 ね、ちょっとあのその前の自分のその前の客が高校生ぐらいで「あのコーヒーとあのコーヒー S とポテト M ください」みたいなのって言って「かしこまりました!」って言って「コーヒー M でポテトは S ですね」って「違う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 」って「もう何,何聞いてんの?」みたいな「コーヒー S でポテト M だよ」って「確認します!」とかってっていう状態なで自分のバーに来ての「お母さん気づいてなくて「えなないらっしゃいませ!」って「何しましょうか?」って「あ,あじゃあブレンドコーヒーで」 サイズはって「言って、S」で「って確認します」って「フレンドコーヒー S200 円になります」とか言って「で、ありがとうございました」って渡して「で、あのー」って言って振り返ったら「この世のものではない」低い声であの、持ってた鍵渡されて「家で待ってなさい」って言われる <laughs> めっちゃ怖いでしょ <laughs> これめっっちゃ怖いと思って ほんで家アパート行ってで座ってコーヒー飲んでたらまあ何時間後かなんすかねうーんまあ言うたら安いアパートですよギーって開いてあ疲れたらって帰ってきて俺これ全部メモったんですよ <laughs> でそのほんでそのほんでコーヒーぶってこ,うこぼすんですよねほんでお母さんがさっきまでの高温一切ないんですよ「そのコーヒーまずいでしょう沸かしっぱなしだから」とか言うんですよね。<laughs> <laughs> そで多分その時時間間あったんですバイト時間ねパッて台所見たらなんか瓶に花さしてたんですよ瓶に花を。ねでその瓶っていうのもドリンクのやつを買ったやつをなんか水洗ってさしてたから多分俺の想像ではそれ見てお母さんちょっとかわいそうやなと思ってちょっと出て、うん、簡単な花瓶のやつを買ってきてでこれって言って渡すんですよね。 だからそえ時代ウーマンっていうのはこれ2013年ですからその時代ちょっとね遡りますけどそれ渡してお母さんのセリフが「地出地知ってる」って言うんですよ。「地出地ね」「もうすぐテレビ映らなくなっちゃう」って言って「せめてテレビ買ってよ」っていくらもらってんの?」みたいな「いくら?」って言って「今いくらあんの?」って。 お母さんふ <laughs>、ね、財布と出したらなんか1万3,000円ぐらいだって「バカにしてんの?」<laughs> って言って <laughs> ほんでわって部屋の隅にある1,500円ぐらい売ってるローテーブルちっちゃい下敷きの2倍ぐらいの大きさのローテーブルの上にあの多分コンビニで買ったウイスキーどこの分からんけどウイスキーとコップがあってそれトク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 クって入れて「ねっ貯金ないの?」って言って。 保保険険入っっっっってててててるでしょって言言生命保険って言って解約すればそこそこなるでしょって言って「いや,いや入,って入ってないです」って「どうして入ってないの?」って言って「入りなさいよ」って言われて <laughs> 私だってあなたに別にそういうつもりで入れたんじゃないよって言っておそらく過去に入れさせられてるんですよ。あの生命保険息子に でも僕その時あの嬉しかったお母さんのためになるってみたいなことを言うんですけど私そういうつもりで言えたんじゃないよって言ってって言っててほんで,で酔ってたのよあの時だからっていう話になってほんでそこから布団を2つに折ってるんですよねそこで急に「ああ」って倒れるのよお,お母さんね倒れててもちろんそのあのユニフォームのまま,まま帰ってきてるんですよで倒れてあー 川島直美知ってる?」って言って「おあって言って「ワインの人私ね同い年なのよ」って言ってあの人がねテレビで出た時私あなた産んだのよって言って「私あなたの漏らしたうんこを片付けながらさなんで私じゃないの?っはい」って「はい?」って「はい?」って言うの意味が分からへんから「私だって芸能界誘われてたの」って言って。 うまなかったら慣れたのよってワインの女優に <laughs> って言うんですよほんでもうなんなのよって言ってはいって言ってはいしか言わないのって言って <laughs> って言ってほんで <laughs> ハイソックス履かずにすんだのよって急に言い出すのよ <laughs> ハイソックスがきついのよって言って 片っぽ脱いで、片っぽをもう一個の足で配速すんごうと。<laughs> <laughs> して。うん、ん。で、今頃なんだっけ。青山。青山に住んでさ。マンションよ。それでさ。ね。百貨店で服買って。シワなんかないのよ。あっても取るもん。って言いながらね。寝ていくんですよ。<laughs> もう、このシーンがもう強烈すぎて。<laughs> 恐ろしいと思っていやそんなやり合いなのよそのウーマンはだからぜひぜひちょっとウーマン見てほしいですえ現在暫定順位だけ言わせてくださいすいませんえ坂本雄二暫定順位でございますけれども1位がそれでも生きていくとウーマン同率で3位が「 いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうになりましたすいませんちょっとうーんこういう結果になりました残るところ俺もあと一個で終わろうと思ってるんですよもうマザーもうマザーで終わりますもう今 20…30 分だってんの <laughs> もうま、マザーはもう5分ぐらいで終わりしますからほんとすいません申し訳ございませんよかったら皆さん、えー、坂本裕二脚本の作品を見て感想の方を送ってくださいで、もうおそらくこんな ドヨーンとした空気になると思ってたんで今回の曲はですねもうあの時代の洋楽ご機嫌な洋楽うん今から35年ぐらい前ですか MTV の話しましたけど MTV ができてマイケル・ジャクソンの曲は紹介しましたけれどもとにかくイギリスからアメリカの、ね、のでのスターになるために結成された「デュランデュラン」。 もうこれのご陽気な明るい能天気なバブルの、うん、ワンレンボディコンお立ち台で、えー、みんなが軽い感じでエッチしてた時代のあの曲を聴いていただいてですねオープニングの話を忘れてほしいと思います。申し訳ございません本当に えー、ハングリー・ライク・ザ・ウルフでございます、えー、リオっていうアルバムで、アルバムのジャケットは、えー、化粧品、ノエビアかなうのなんかタッチの絵の、うん、ような感じでございます、えー、絶対今回は間違いません45です、45って書いてます、45これで45ですよねそれでは聞いてください、ドゥランドゥランハングリー・ライク・ザ・ウルフご機嫌に始めましょう ミュージックライフっぽい私の少年時代はもちろん半世紀にわたって愛された音楽雑誌「ミュージックライフそんな「ミュージックライフに書かれていそうな海外アーティストの裏話や洋楽が好きな本家の皆さんの思い出を送ってもらうコーナーでございますけど佐藤君、はい、坂本雄二さんにオファー出したと俺は聞いておりますけれども、えー、どういう状況になってるんですかあのオファー出させていただいたただ次の日に 僕いろんな方ブッキングさせていただいたことあるんですけど、はい、一番丁寧なあのお断りのメール <laughs> 今非常に抱えている脚本がたくさんあって非常にお忙しいとのことだそうなので,ですかで俺なんてなんとか坂本龍二さんここにおびき出してねほんで最終的には今ラジオっていうのがうん経営的に難しいとか衰退と言われてるからラジオ局を舞台にとか。いやぜひね、はい そん時やったら俺ディレクターとかの役は絶対無理で断りますけどそのラジオ番組のレギュラーで喋ってるのをちょっと引き出ぐらいやったら「あの、坂本さんお願いします!」芝居はできませんけども「お願いします! <laughs> いや」だから。 おあの調べたらほぼほぼアドリブなしっていうからさっきの,そのオープニングの,その川島直美の下りのアレブ全部台本って考えたら恐ろしいなぁとも思いますしいいとこつくなぁとも思いますしいやいやいやちょっとじゃあ満島ひかえさん 『旅猿』で一緒に共演してるんで俺満島ひかりさんからドラマっていうのは脚本家のもんですよ映画は監督ドラマは脚本家舞台は役者って教わりましたから満島一門なんですよアクター的に言うとだからそこでちょっとね <laughs> ウーマンの話とそれでも生きていくの話をちょっと根掘り葉掘り聞かせてくださいよ本当にぜひぜひもう一回聞いてみてくださいさあそれではいきましょう「ミュージックライフっぽい」でございます えー、大阪府の「夏が嫌い」東野さんスタッフさんこんばんはん、えー、東野さんと同い年です今から40年ほど前の話ですが私が通ってた中学校は校則が厳しく髪型にもうるさかったんで卒業式の次の日に美容院に行きおかっぱ頭から当時かっこいい髪型だったフィジカルのオリビア・ニュートンジョン懐かしいね懐かしいフィジカルオリビア・ニュートン日本で人気ありました。 「グリース」っていう映画高校、えー、ハイスクールを舞台にジョン・トラボルタと、えー、オリビア・ニュートン・ジョンが主演するんですけどその時のオリビア・ニュートン・ジョンの年齢が28歳か9歳ぐらいですから、あのー、マイケル・ジェイ・ホックスの「バック・トゥー・ザ・フューチャー」の高校生役が28歳ですからそれに双璧するような。<laughs> <laughs> 話やななっっててみんなで笑ってました当時 <laughs>、えー、人気あったんすよ本当に「オリビア・ニュートン・ジョ」「ミュージック・ライフの切り抜きを持参しました」えー「苦笑いの美容師さん初めてのパワーまでおばさんになり現実を知りました」えー「リクエストはザ・ナ・ドゥでお願いします」ということですけれどもだから僕さっきもそのね「デュラン・デュラン」かけましたけれども当時だからもうニューウェーブ時代ですからあのもみあげはもう耳,耳の付けえとこからピシッて切りますからあの時代あの時代みんなあの揉みあげもみあげ短くしてましたから。 最後までもみあげ短くしてたのは、宮川大介はなこの宮川大輔さんですよ。いつもあの大花の漫才見るとき、いつも思い出すんですよ。あのニューウェーブ。<laughs> あの時代のこと、思い出すんですけれども。はい、皆さんは一体どういう思いであるでしょうか。さあ、続いて、奈良県カスタムバイクのガレージライドさん。ストレイキャッツを好きでしょうか、東野さん。 懐かしいストレイキャッツ僕は中学時代にストレイキャッツを友人から教えてもらい大好きになったんですが2006年にブライアン・セッツァーがゼップ大阪に来た時に初めて見に行けました、えー、セッツァーが生きてるうちに生で見られるなんてとめちゃめちゃ感動したんですがストレイキャッツ時代のアルバムジャケットの超男前がめちゃめちゃ太ったおじさんになってちょっとショックだったことも印象的でした、えー、ライブは変わらず素晴らしく泣けるほど感動したんですがと「知ってますストレイキャッツ当時人気あった」 僕の先輩の同級生のボブキャッツっていうバンドが吉田ヒさんが今新喜劇やってますけど吉田ヒさんと雄大さん2人でボブキャッツっていうバンド組んでてうーん中学卒業してすぐ吉本入って NAC の2期で大阪出身だけど標準語しかしゃべれなくてえ岩瀬雄大って名前ですけどえビリー・ザ・バズーカホイというなんか勝手なゲメツ けてうんその方と一緒によく遊んでましたけどその方ストレイキャッツ大好きでなんかあのロカビリーとかうーん,なんか一時こういう時代流行るんですね10年年回回ととかかロカビリーとかがね流行るんですよでそのストレイキャッツの,の,あの,そのリーダーがブライアン・セッツァーでまたバンドでまたブーム作るっていうのでいまではしませんでしたけどもあ頑張ってはんねえなーってずっと思ってました。 ちなみにデュラン・デュランはまだいろいろメンバー脱退したりとかしながらもまだ活動してますからねデュ<え>ラン・デュランって当時だから全員男前で一番地味な顔がボーカルですからーはいえー、さあ <laughs> この方「ダディこんばんは私の洋惑体験は92年にデビューしたイギリスのパンクバンドマニック・ストリート・ブリチャーズ」を知らんねんなこの音楽ですか「マニック・ストリート・ブリチャーズ」 世界中でナンバーワンになるアルバム1枚作って解散するという異常にハードルの上がる発言をインタビューで行いインタビュアーからこの発言に対して意地悪な質問をされると持っているナイフで腕に44あとリアル REAL4 リアル日本語でマジだという意味なんですって4リアルと切り刻むなど音楽よりも発言が取り出さされるお騒がせバンドでした92年当時中学生だった私は音楽雑誌ロッキンオン でして世の中はこんなことになっているのかとびっくりし少ないお小遣いを握りしめデビューアルバムを買いましたえー、人やなこの人インタビュー発言からとんでもなく過激でめちゃくちゃな音楽かと思いきやすごーく普通平均的なロックであれと思うもうそこは中学生これは俺の聴き方に問題がある,あるかもと思い何度も同じアルバムを聴いているといつの間にか大好きになっていきましたこの曲でしょそのマリック・ストリート・プリチャーズ 絶対世界でナンバーになれないですよこの曲はいねえなんか綺麗ななんか普通の音楽ですねえー、結果マニアックストリートプリチャーズのデビューアルバムは全世界で1位になることはもちろんなく1年後には解散発言をあっさり撤回しました今思えば当たり前の展開ですが中学生の私は自分が何をしたわけでもないのに妙な挫折感を味わって、えー、しまいましたということでございますけれども まあ、失敗しますよねなんか書いてることが面白そうやからどんなやろうって聞いてしまうと当時そういうふうに簡単に聞けるような YouTube もないですからあ失敗したとかテレビとかでも弱く流れてませんからね失敗した人た人くさんいいてると思いますこの方東京都ラジオネーム組テンポラリーダンスさん。 ダディーこんばんはダディーはセックスピストルズの電気ドラマが制作されているのをご存知でしたかスラムドックミリオネアのダニー・ボイル監督の作品だそうですいや知らなかったんですよギターのスティーブ・ジョーンズの回想録をもとにドラマ化するらしいんですがこのニュースを聞いてすぐシドビシャス役を調べたところめちゃめちゃかっこよくて注目していたルイス・パート・リッチがキャスティングされていてますます興味が湧きました アメリカのケーブルテレビでは2022年から放送されるそうですが日本公開まだ見て全6話のピストル PISTOL というタイトルになるようでもちろんビビアン・ウエストウッドやマルコム・マクラーレンのエピソードも出てくるそうで今から楽しみですきっとダニーも好きそうだと思いご報告しますいやぜひぜひダニー・ボイル監督で ピストルズの時代をちゃんとだからあれですねクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」が大ヒットしたからうーんこれからこういった我々世代が聞いてたバンドのうんドラマが映画になってえたくさんとえ公開されると思うんでこれはちょっと全6話で非常に見やすいと思いますしえちょっとぜひぜひ参考にしたいと思います。ささあそんんな感じでえ皆さんもえ本のの方からの洋楽にまつわる逸話 思い出をお待ちしておりますミュージックライフと書いて送ってくださいマイコンのコウラプレゼンツ本物ニュース 私東野幸治が今気になるニュースを数時間後に放送する正義の味方に迷惑がかからない程度に少しおしゃべりするコーナーでございます。今夜のニュースのお供は6月25日にオープンしたマイコンのコウハラの新ブランド食の錦美和堂からおかずドレッシングのたけのこおろしポン酢ソースをかけたあんかけチャーハンでございます。今目の前にチャーハンがあります。そして、えー、私が持ってるのは、えー、和風たけのこおろしポン酢ソースでございます。えー、具だくさんと書いております。さあ、かけてみましょう。確かに。 あ、確かにあんかけチャーハンになりましたいただきます美味しそうでございますすいませんうんあいいおいしいたけのこの食感もちゃんとありますうん蓋閉めて冷蔵庫にしまっておくと次のひもチャーハン作ったらあんかけチャーハンが食べれますさあこの おかずドレッシングは和洋中全15種類のドレッシングがあり様々な味変ができるそうでございます食の錦木琵琶堂へのアクセスは JR 大阪環状線福島駅の改札を出て南にすぐ琵琶色の建物が目印ですまたお店にも行かせてもらいます本家の皆さんもぜひお立ち寄りくださいさあ今日のピックアップするニュースはこちらでございます明日もしかしたら生放送ですから時間がオーバーしたらやらないかもしれませんけれども 知ってますか皆さんアメリカ政府が UFO レポートを公開しましまた、えー、なんとですね UFO に関する報告書を公表しました政府が144件の目撃情報があってうち正体が分かったのは1件のみ143件は正体分からない宇宙から飛来した可能性も排除しないということでこれはもしかしたらうんだからその宇宙にはたくさんの。 星太陽がありますから太陽の周りに、えー、惑星がありますから太陽といい距離恒星といい距離の、えー、生命体がんできそうな星ってもう何万何十万何千万個ありますから、まあ、どう考えても今の地球の文明と同じような文明それ以上の文明がいてない方がおかしいなって考える方が妥当でございますけどでもだからかなり離れてますから何億光年とか。 光の速さで1億年とか2億年っていう話ですから今の地球の考えでいうと物理的に地球に届くのは難しいですけれどもその未知なる文明の未知なる技術で地球に来てて変則的な動きで飛んでてもうおかしくないっちゃないんですけれども。 でも UFO がいてるって言うたらなんか大体テレビに出てる人は変な人が多いからビルの屋上で祈ってる人ばっかりやからもうちょっとまともな人がテレビに出て UFO っていてるんちゃうかって言うてほしいような気もしますけれどもさあ皆さんはどういうふうに思うんでしょうか さあ今日のニュースはここまでここでマイコンのコウハラさんから本家の皆さんにプレゼント本日のニュースのお供美和堂のおかずドレッシングの竹のコおろしポン酢ソースとフカヒレソースアワビソースをセットにして5名にプレゼントさせていただきます5名様にプレゼントでございますメッセージに加えて住所氏名年齢電話番号「おかずドレッシング希望」と書いてメールをお送りください以上マイコンのコウハラプレゼンツ本物ニュースでした に教えて私東野工事が今気になってることを本家の皆さんに教えてもらうコーナーでございますさあいきましょうこの方工事に教えてラジオネームもみインザダークさん、えー、東のりこんばんは日曜劇場へ通っていた頃お見かけしたことのある現在おばちゃんです本物のラジオは欠かさず聞いています私のオススメエンタメはアニメ「オットタクシー」。 聞きうわさは聞きますオッドタクシー登場人物が全て擬人化された動物でタクシードライバーが主人公のミステリーサスペンスです主人公の声が、えー、炭治郎の花江夏樹さんですかその他ミッキーダイアンタカシトレンディーエンジェルの芸人さんも主要な登場人物の声優をしているえす、ー、全ての動物なのでほんわかしたアニメかと思いきやネット社会アイドル芸人などの闇を描くしっとりしっかりとしたサスペンス大豆田十和子同様エア背景音楽もおしゃれでドハマりしますお忙しいとは思いますがぜひ見てください えー、三並さんですねディレクターのもう見ているってことで今季一番のアニメだということでえそうなんですか噂は聞いてたんですけどなんかええー、見たらこう進まなかったです気持ちがちょっとですねえー、坂本脚本ちょっと疲れてるんで音隠しで一回ちょっと <laughs> あのー、休憩させてください本当にお願いしますだからこれで一回ちょっと箸休めして、えー、また坂本さんに帰っていきたいと思いますお願いしますこの方 ラジオネーーム新ママダディこんばんは初めててメールさせてもらいます坂本裕二の作品で「モザイクジャパン」という何年か前にワウワウでしたドラマ見られましたかワウワウ入ってないし見てないです今ネットフリックスでも見れるあっ見よう瑛太の弟さんが主演で高橋一生さんとかで出てて AV 業界の話で坂本裕二独特のセリフでめちゃくちゃ面白い全裸監督も面白いですが今年はこの「モザイクジャパン」の方が好きです見ます見ます ごめんちちょっと音ダクシーちょっっととこれ見る。<laughs> ごめんごめん、見る見るまずこれ見るあのモザイクジャパンダディの言うとおりアダルトビデオは借りれないのでこういうのを見て楽しんでる普通の主婦です最近売れっ子の俳優さんも大胆なことをされるので嬉しいですこれからも楽しんで聞かせてもらいますということで新ママさんありがとうございます是非是非ちょっと見たいと思いますお願いしますさあ、えー、そしてもう一ついきましょうか、えー、この方 えー、あまた、ま、この方組テンポラリーダンスこのうう人ばっかり呼んでる、えー、東野さん先週ゴールデンスランバーの浜田岳さんをおすすめされていましたがフィッシュストーリーやアヒルとカモのコインロッカーの、えー、浜田さんもいいですよね両方見ました俺アヒルとカモのコインロッカーってわっあっと思った瑛太も出ててはいよかったですあ見てないですかアヒルとカモのコインロッカーってようできてますよ本当に。 伊坂幸太郎作品僕も本読みますけど、うん、なんかやっぱり用意できてますよねシーガミのやつとか面白いですもんね本ね、えー、そんな浜田役さん釣りが趣味であ知ってます俺テレ東の釣りの番組たまたま見たら浜田役君出てましたから 番組でもカナダにビッグサーモン釣りに行ったり高知で巨大魚の石なぎ釣りにチャレンジしたりしているのでぜひ旅猿にもお呼びしてフィッシング対決してほしいということで、えー、浜田岳君ありがとうございますちょっと僕もチェックしたいと思いますさあ、えー、今日はここまででございます来週の本家の皆さんからもですね、えー、私に教えたいことどん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 ですね教えると書いて送ってください何でも吸収したいと思います、えー 日常日常の出来事やお悩みを文字に起こして送ってもらうコーナーでございます年齢20歳上東区ちくわぶさん東野浩二さんこんばんは私はインスタグラムをしていますが投稿せずに中学校や高校の同級生が今何をしているのかを随時パトロールしています先日中学生の時に好きだった女の子のインスタグラムを見つけました エグザイルにいいじゃないですかパトロールやっぱ SNS ってやっぱパトロールすべきだと思うんですよね本当に、えー、そっか好きだった女の子がエグザイルみたいな男と旅行行って抱かれてんのかと思いながら <laughs> 特に感情の起伏もなくお茶飲んでるんででるしょう <laughs> いや日常ですよねいやほんまに。 なんかだから女子はねそういう持ち物をチェックしたりとかしますけど男性はもうダイレクトにね同級生とかうーんあとだからその好きだった女の子とか同級生の女の子が今どんな感じになってるかとかあともう一個あれですあの謎のうん綺麗な女の人。 のあのなんかそういうセクシーな写真とかトレーニングとか胸の谷間みたいな写真とそれに書き込んでる「すげえおっぱいだお,おがましてください」みたいな書き込み見て <laughs> 俺あのぜひぜひ皆さんもね SNS パトロールしてください。 この方神戸の匿名の方ですか。うん東条さんこんばんは毎週楽しく拝聴させていただいております。僕は仕事でトラックを乗っているんですがあちこちに行けるおかげでいろいろな温泉やスーパーセントに行くのが僕の趣味です。 先日大阪のスーパー銭湯にお昼休みに行き湯船に浸かると目の前になんと山ちゃんこと月亭方正さんがいるではありませんか銭湯で芸人さんなど見るなど初めてなので嬉しくなり方正さんに気づかれないようにチラチラ見てしまいましたしかもムザイクなしで方正さんのおちんちんなど初めて見たので感激してしまいました <laughs> えしかし方正さん側からしたらプライベートで銭湯に来ても興味本位にジロジロ裸を見られてかわいそうだなと思いました 東岡さんもプライベートでで温泉ななどど行きおちんちんんんじろじろ見られるんでしょう,かもうでももう何とも思ってないですよ方正さんもおちんちんをチラチラ見てるなと思っても何の感情もないし勝手にどうぞぐらいと思うんでどんどん見てあげてください <laughs> いつも応援してますって言っておちんちん見ても本人は上機嫌だと思いますんで声かけてあげてください女性はそうはいきませんけどねうんなかなかだから女性の人は。 顔隠すって言いますもんねあの、タレントさんとかはスーパー銭湯行ったら<ー>おっぱいとかあそこ隠すよりも顔隠したら別にもう平気というかですからそんな当たりですよねいやほんま当たりやと思うわそんな俺が女子でも女性芸能人来たら絶対見るもんガンガン <laughs> <laughs> いますよね男性はそんなにまあ見たいと思えへんけどねで、はい、ありがとうございます。 こんな感じで皆さんの日常なんでも結構でございます文字に起こして書いて送ってほしいと思います宛先に日常と書いて送ってくださいさあエンディングでございます過去の放送は YouTube で公開中そして番組ではミュージックライフっぽい工事に教えて日常へのメール感想なんかも受け付けておりますメッセージを紹介した方にお札を ナノゾーンコートサービスの携帯用光触媒コーティングスプレーナノソルそして時々本物バッジをプレゼントいたします宛先は、えー、はがきは郵便番号 530-8004ABC ラジオ東野工事の本物ラジオメールは h h a b c ット h h a b c 一0 0八 .com。来週はゲストいます アーティストの大森聖子さんでございます、えー、プロモーションビデオに僕登場しました僕の演技が一体どうだったのかなど伺いたいと思います、えー、不安です怖いです <laughs> 大森聖子さんがいらっしゃるんで、えー、なんか僕の勝手なイメージですけど急になんか放送禁止用語を連呼しだして <laughs> 規制を発して去っていきそうな気がするんで、えー、どうかですね 心穏やかに来てほしいと思います。<laughs> えー、大森聖子さんのファンの方もぜひぜひですね、メール送ってほしいと思います。さあ、今週は以上でございます。それではまた、聞いたってや。バイバーイ。<laughs> この番組はマイコンのコウハラナノゾーンコートサービス、浜田酒造がお送りしました。